せーの、ヘイセイフラミンゴ。はい、というわけで今日はレシピを見ずに料理対決。イエーイ、あげ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 。今回はリンリンオブジョイトさんに作っていただきたいと思います。はい、はい、で、リンリンオブジョイトさん選手に作っていただく料理は、はい、こちら。ベロ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 を作っていただきます。はい、そんな料理あるの？あります。実際に日本の料理として親しまれてます、ベロベロ。意気込みの方をお聞かせ願います。いや、意気込みも何もね、ごめんなさいね、わかんないんですよ、ベロベロが。すいません。まあそうですよね、わかんないとは思う。本当にあんの？キャーっていう。あります。それでは行ってみましょう。はい、材料こちらです。もうね、これだけ。寒天1本、醤油大さじ1杯、顆粒だし小さじ2杯、砂糖がなんかこんぐらい、生姜と本日の主役卵1個でーす。はい、どうぞ。はい、まず多分どうぞ。何も想像がつかないわけよ。卵焼きですかみたいな。一回の卵。一回の卵なんだね。卵は一旦割る。まあ卵ときたらもう割るしかない。そう、割るしかないね。とかあるからね。そうそうそう。どうしようかね。もうなんかいい。うん、いいよ。もう重いのは大胆ね。ベロベロっていう名前からヒント入れてもいいし。オッケーオッケー。でこれは多分入れるの。入れるの。で、いや、だしだな。だしも混ぜちゃう。だしも混ぜちゃう。だしも混ぜちゃう。わかんないけどね。混ぜて、で砂糖は半分使う。あ、半分使う。おお、高等テクニックが出ましたね。そう、半分入れちゃって、はい、これはまた後々ね、何に使うかっていうのはちょっと本人も分かってますね。とりあえず残しておいて、はいはいはい、まだもう混ぜるよ全部。あ、混ぜるんだ。大丈夫かな。え、これ1本使うんだよね。1本使わないよね。1本1本ってなったらもう入れちゃう。まあね、そうだよね。そう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 、あくまで想像のお料理ですので、まあ、正解の方は自分で導き正していただくという形なので、彼女に任せましょう。はい、はい、で今こんな感じですね。わかりますか？わかりますか？見えますか？まあ、見えないからみたいな。その見えますからちょっと見えないから。とりあえずこれ混ぜていく。はいはい、ベロベロでしょ、だって。あ、ベロベロっぽいもん。重たいですね、結構。なんかね、卵焼きとね、やっぱ違う。重たさがある。ちょっと結構強めに混ぜた方が、はいはい、いいって聞いたから。あ、聞いたんだ。そうそう、ベロベロ作るときは強めに。こっち力強く押し付けるように。これどうしようかね。ヒントもらっていい？ヒント、うん、ヒントは、うん、これ言ったらバレるかな。石川県の郷土料理です。あ、言っちゃった。石川県の郷土料理、はい、これ言ったらね、多分もうね、分かっちゃうんじゃないかな。いや、ごめんね、全然ヒントになってないんだよ。へぇ、合ってる、ここまで合ってるのか。いや、それは言えない。うん、言えない、そう、言えない、言えない。私の口からは絶対そんなことは言えないから。ダメなんだ。いや、でも、まあごめんね。そうだ。ってことで、このね、油キャノーラ。あ、イエーイ。もうここにこうピローンとね。あ、いいじゃないですか、垂れさせていくっていう形で。そうそう、ちょっと大さじ2杯、うん、3杯、4杯、5杯ぐらい。ちょっと幅際です。お好みでね。で、火をつけさせてもらう。危ない。手首のスナップを使って油を伸ばしていく。はい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 、うん、結構ね、こういったり。あ、そう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 、確かにね、うん、油が温まるまで少々お待ちください。はい、お待ちます。その待ってる間もね、一応混ぜて、なんだろうね。待ってる間すらも料理の時間だもんね。うん、いいですか、行っちゃって。はい、どうぞ。もうね、それはもう各個人のタイミング。いきますよ。はい、どうぞどうぞ。焼くというね。おー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 、どうしよう。いや、つら。そしたらね、これね、間髪入れずに混ぜる。間髪は入れない。間髪入れずに混ぜる。はい。おおおっとっとっと
海あるのか海があるのか。ベロベロっていうのは、うんうん、あれなんです。ちょっと答え言っちゃいますけど、日本風で言う、はいはい、スクランブルエッグの。あーそう、スクランブルエッグをこう、うん、日本風に言うとベロ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 。あーなるほどなるほど。ベロベロあ、じゃあもうそれで出来上がりで大丈夫ですか。あ、そうだ、なさい、忘れてました。お里まで残ってます。あ、そうですね、これもかき集めてかかってますかね、それ。こんな感じで、あ、こんな感じでやっていただけるとあ、なるほど。フォームとかは結構大事なんですか。それこう、肘があんまり前に出すっちゃうとダメなんではいはいはい、肘はしっかり引いて、うんうん、この角度をつけて。あ、なるほどなるほど。こういうことです。そういうことですか。はい。で、やっぱりこう日本人っていうのは生姜大好きですよね。大好きですね。添えます。こうお皿に。あ、添えるって感じで。そういうタイプ。あ、つけて食べてくださいよっていう。そうそうそう、お好みでどうぞみたいな。あ、じゃあ完成でよろしかったですか。はい、こちらですね。はい、出来上がりました。メニューあります。あ、メニュー、これはメニューで、あ、ありがとうございます。結構いろいろあんな。おかみさん、おすすめありますか。おすすめね、はい、私今月あれやってんのよ、ベロベロやってんだよ。あ、ベロベロ、もうベロベロ、うん、美味しいですか。結構、うん、ベロベロ美味しいよ。あ、じゃあベロベロも1個で。ベロベロ、はい、お願いします。あれベロベロね。あ、早いですね。結構早いです。そうそうそう、もう出来上がってんだよ。あ、出来上がってんですね、うん、あ、じゃあなんかすごいな。じゃあちょっといただきます。すごいな。結構あの生姜とかつけて食べたらな、美味しいからな。そっか、これ、あ、こういう、あ、違う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 、一個一個やっぱ、あ、一個一個、一個一個話しちゃダメだけど、はいはいはい、うん、いただきます。生姜つけて食べようかな、じゃあいただきます。もう美味しいだろ。なあ、美味しいだろこれ。なんか美味しい。なんか結構あのパサパサ感が強めなのと、パサパサ感が満点なのに、その中で謎のブニュブニュ感が残っているっていう、その奇跡の食感ですねこれは。ああ、そうなんだ。ああ、でも今日お腹いっぱいだからな。言って、そんなこと言わない、飲んでいけよ。いや、3軒目なんすよ。いやいやいや、もうこれちょっとね、もう食べるとかはちょっとできなくて。よかったら、おかみさんもどうですか。おごりなんで、おごるんで。いやもう、いやいやいや、食べてみますよ。本当に美味しいんで。いいんだよ、マジで食べて。俺はいいんだよ。ちょっと食べてみません。なんか、やっぱ看板料理っていうのだけあるだけで。そう、そうだな、もう食べてみるか、これ。まずいだろ。まずい。やばくない。これ正解を見せていい、うん、こちらなんですよ。何これ。これがベロベロ。なんか透明じゃない。そう、こういう綺麗なものがベロベロなんです。だからすごい綺麗、うん、色がちょっと似てるよね。ね、形、形、ね、四角くすればそうなったら、ね、分かんないけど。ちょっとごめんなさい、ベロベロ以外だったら何でも作りますので、はい、ベロベロだけはもう共演 NG ということで、ね、はい、現場からは以上です。すいませんでした。はい、というわけで、はい、せーの、はい。